ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もや、お前。こっちのセリフや。よっ。邪魔すんで。やっぱりチンケなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。ん？リーやと？何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ？何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと？あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ？店長？まこと？なんやと？おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか？おい、さっさと連れてけや。逃げろ、まこと！マコト、ええから逃げろ。なんなの、店長、店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。おら、さっさと連れてけ。なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。ちゅうかあれ何もやねん。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。前あんたも死んどき。逃がしたってくれ。な、何やと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。余計な邪魔しよって。なんなんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな、兄ちゃん。おう、やったれ。逃がさへんで。なっ、ヤッホー！
追いついたで。なんやわれ、邪魔すんなや。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそ、この辺ぶっ殺したれや。おい、立てるか。その声、さっきのお客さんですか？あの、一体何がどうなった？クソが、その女は渡さへんで。すぐに仲間が駆けつける。さあ、しつこいな。説明後や。とにかくここを離れるで。な、何？静かにて。あ、兄貴！くそ、どないなっとんねん。兄貴、大丈夫でっか？おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで！応援呼ばんかい！お、おい！厄介なことになったで。お前ら何もいや、え？なんであの女狙うとる？ことも知らんと、あの女どうこうしようとしてたんか。何やと。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。とんだ間抜けや。お前は自分が何に足を突っ込んでんのか分かった。おい、どういうことや。くっそ、ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。大丈夫や。もう大丈夫や。で、店長は。心配すんな。奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ。どうして。
こんなことに。